皆さんこんにちは。今回はパソコンを利用して楽曲制作を行う DTM で使用するおすすめ DAW ソフトを紹介していきます。 DAW ソフトとは録音や打ち込み、音色の調整を行うソフトで、いわば DTM の心臓部になります。作曲ジャンルの得意不得意もソフトによって変わるので、ぜひ参考にしていただければと思います。1つ目、 Cubase。 国内で最も有名な DAW ソフト。オーディオエンジンには 64bit フロートによる高音質で録音や再生ができるのが特徴になります。またグレードが5段階あり、その中の上位のアーティストプログレードになってくると、トラック数も無制限になるので、制限もなく自由に楽曲制作が可能です。ソフトの特徴は高性能なオールラウンダー型で、できないことはほぼありません。またコード進行の自動入力機能や音程の修正ソフトなどが内蔵され、作曲経験の少ない初心者の方にも安心の仕様になっています。また初音ミクなどのボーカロイドを Cubase と連動させるボーカロイドエディターやピアプロスタジオにも対応しており、他の DAW よりボーカロイドの使用環境は快適です。グレードは LEAI、エレメンツ、アーティスト、プロの5つがあるのですが、 LEAI は無料版になっており、 Cubase を販売しているスタインバーグ製の商品を購入すると付属でついてくることがあります。しかし無料版なだけあって、内蔵音源が少なく、トラックなどの制限も多いので、個人的にはトラック数も無制限のアーティストとプロがおすすめです。また代理店はあのヤマハが行っており、他のメーカーさんに比べるとサポートは充実しているような印象があります。また日本での普及率も高く、分からないことがあればネットで調べるだけで日本語の記事が多いのも特徴の一つです。もしデメリットを挙げるとしたら、最上位グレードのプロになると価格が 62,700円になっており、他の DAW と比べると高価な部類には入る点でしょうか。2つ目、スタジオワン。 Cubase の元エンジニアが制作し、2009年に発売した比較的歴史は浅い DAW ソフトになります。操作性やマスタリング機能が評価され、最近ではかなり人気になっています。音質にあたるオーディオエンジンは Cubase と同じく 64bit フロート。また DAW ソフトの宿命で、ある程度スペックの高いパソコンを使用しないとソフトが駆動しないのですが、スタジオワンは動作明るく作業しやすいのもポイントです。さらに楽曲の書き出しの際にするマスタリング機能が優秀で、他の DAW ソフトで楽曲制作を行い、マスタリングだけはスタジオワンでするという方もいらっしゃいます。価格も比較的安価なのも嬉しいポイントです。最高グレードのプロフェッショナルで 44,000円、一つ下のグレードのアーティストでも 12,100円になっています。その他に Cubase と違い、無料版からトラック数が無制限になっています。しかし注意点としては、無料版は音源などは少なめで、外部のプラグインも使用することができないようになっています。また日本での普及率の問題のせいか、ネット上に情報が少なく、海外サイトを見ながら英語翻訳しなければならなくなることも。3つ目、 Ableton Live。国内では Cubase がかなり人気が高いのですが、海外ですとこの Ableton Live の使用者が最も多いと言われています。バンド系、ポップス系の楽曲制作ももちろん可能なんですが、特に定番なのが EDM などのダンスミュージックや DJ でのライブパフォーマンス。名前にライブというのが付けられているだけあり、その場でループ演奏を行い録音することができ、これを用いてライブ会場でパフォーマンスを行う方もいます。またAbleton Live に完全対応した外部コントローラーも販売されており、使いこなせれば作業効率がいいのもポイントです。しかし最高グレードのスイートは88,000円、結構高めです。高めの価格設定ではありますが、その価格に見合う機能が搭載されていると思います。4つ目、プロツールス。プロの現場で多く使用されているプロツールス、主に EDM やダンスミュージックのような打ち込み系よりも、生で演奏した音源を録音するオーディオ録音が得意で、ロックやバンド系のジャンルに向いている DAW になります。またこのプロツールス、レコーディングスタジオにはほぼ間違いなく導入されており、自宅でプロツールスで作ったデータをスタジオに持ち込み、エンジニアの方とデータ共有や使用することができます。もともとこのプロツールス、波形編集ソフトとして制作されている関係か、オーディオ編集機能についてはかなり高い評価を受けています。逆にデメリットとしては、初心者を補助するような機能が少なく、ちょっと敷居は高い DAW ソフトになっています。またプラグインの定番規格 VST や Mac 用の規格の AU に対応していないため、そのような外部のプラグインを使用する場合は外部ソフトを使用しなければなりません。価格は他の DAW ソフト同様、グレードにより値段が変わるのですが、プロツールスは永続版とサブスクリプション版があり、同じバージョンをずっと使用するか、1年更新で常に新しいバージョンに更新していくかを選ぶことが可能です。5つ目、 FL スタジオ。ダンスミュージックや EDM 向けの DAW になっており、ループ系の打ち込みはかなりしやすい作りになっています。またコストパフォーマンスも高く、最高グレードのシグネチャーで
も 29,920 円。しかも一度購入すれば以降のバージョンも追加料金なしでアップグレード可能になっています。ちなみに他のソフトだと次のバージョンにするのにだいたい1万円か2万円ぐらい料金が発生します。もともと FL スタジオを開発したイメージラインはプラグインを開発している会社だけあり、内蔵されている音源もクオリティが高いのも特徴の一つです。そんな FL スタジオのデメリットですが、 EDM やダンスミュージック特化になっているのでできなくはないんですが、あまり生音演奏を使用したジャンル向けには作られてはいないです。またソフト内は全て英語表記のため、ご自身で英語を読めないとちょっと使いにくいかもしれないです。以上、おすすめ DAW ソフト5000でした。ぜひコメント欄で皆さんが使っている DAW ソフトを教えてください。それではまた次回の動画で。